就活逆バージョン。さあ、今日ゲストに来てもらったのはこの方。どうも、高橋ゆきです。よろしくお願いします。とにかく始まるっていうか、どうしよう。どうしよう、まずはどうする。どっからどっからしよう。いや、あんま俺、本当に結構残業、残業するから俺結構するから、本当残業するから、なんとなくでいいよ。いや、でもいい匂いかもしれないし。いや、いい匂いは最初から、いや、なんだよ、俺、やめないよ。そうだけど、でいろんな、もう今、買い札。ああ、ゆきちゃん、ちょっと、照れちゃうから。いや、でも、今のところ、あ、本当、マジでしょ。でも、あんまり匂いしない、清潔感のある感じですね。脇は、あれ見えてますね。ちょっと臭いよ。脇が臭い、大丈夫。ほんと匂いしないんですけど、湿ってます。そうそうそう、脇がすごいな。よし、決めました。はい、じゃあ好きな、はい、好きな匂いは、はい、首筋。臭くないんですけど、ちょっと男の人っぽくが、いや、いいです。これはもう嬉しいです。そういう匂いって好きなんですか？あ、そうです、嫌いじゃない。合う合わないありますからね。確かに相性が。嫌いな匂いは、頭皮。頭皮が出てる。あ、やっぱちょっと嫌いってことじゃないんですけど、ちょっと、一番強烈だったのが頭皮。あ、そう、でも頭皮が一番出るからね。あ、でも他は全然なんか匂いしなかったです。マジで脇大丈夫？軽度の脇がって言われてんだけど。あ、そうなんですか？軽度、あ、でも全然でも大丈夫、そうです、出ますから。ケアちゃんとされてる。チャンネル登録お願いします。